今年はやっぱりコロナの影響で糸島の海も少なくなったのかなとは思いますけどね。やっぱり寂しいですよね。人が少ない糸島の海というのは寂しいですよね。九州リースサービスプレゼンツストーリー、未来に残したいふるさとの風景。私が糸島を選んだのはゆったりとしたものづくりをしてみたいなと思ってたからですね。ものを作る時の原動力は、本当にお客様の笑顔をだけって言ってもいいと思いますね。高価な家具の注文とかより、それもすごく大切ですしありがたいことなんですけど、社長さんからの注文も近所のおばあちゃんから棚一枚の注文も同じテンションで作りたい作ってるつもりですね。私が未来に残したい風景は糸島の海です。来年は糸島の海で家族とゆったりぼーっとしたいですね。